始めますね。はい、お願いします。お願いします。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーと、はい、ミキサーのキャンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は FM ギナワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。今日なんか暑くないですか？暑いですね。天気も悪いし、はい、この時点では4月の今日14日なんですけど、はい、まあ梅雨に入ったかのようなジメジメさ。まあでも一応晴れるみたいですけどね。また日曜日ぐらいから。らしいですね。はい。今年本当に梅雨入りが早くないかなって思うんですけど。なんか先梅雨みたいななんか言ってましたね。ですね。なんか嫌だな。私はもう梅雨時期とかジメジメさがもう嫌で嫌で。嫌ですよね。カラッとして晴れてる空とかがいいですもんね。ですね。そうですね。はい。番組の紹介をしたいと思います。はい、お願いいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ .sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。またYouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週金曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきますね。ツイッターではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてくださいね。ということで早速ツイキャスの方が来てますので紹介したいと思います。お願いいたします。カープボーイさん来てますね。サッチーさん、恐竜参加します。恐竜参加どういうこと？まあまあいいや、間違えたみたいなこと言ってるね。こんばんは、いらっしゃい。沖縄大好きさん来ております。こんばんは、サッチーさん、キャンさんって来ておりますね。こんばんは。こんばんは。まあなんだろう、なんかこのジメジメさと携帯の不慣れで多分今日はあっちこっち飛び飛びになると思うんですけど早速一曲いきましょうかね。はい、お願いいたします。今日の一曲はゴールデンボンバーで酔わせてもヒートです。どうぞ。ダンサーズさんも来ましたね。お疲れ様です。どっちから行こうかな。続々とキャスも来てますね。ヤンバルカンガルーポーさん、ヤンポーなってますね。ヤンバルカンガルーポーさんがヤンポーなってる。いつの間にか。あってなんだろう。あってなんだろう。あってなんだろうね。あって、俺が言ったのじゃないと思ってるはず。
俺がこの曲がいいんじゃないかって言った曲じゃないと思ってると思うな、多分。今日はちょっと楽しみな回だったんで、お酒、はい、お酒大好きなので、お酒僕のこの声は最近ガラガラしてますけど、はいはい、お酒やけ、お酒とタバコのせいだと思ってます。まあまあまあ、お酒ね、私ちゃんぽんだからな、基本基本ちゃんぽんなんです。何でも飲むんで。基本ちゃんぽんです。ちゃんぽんいいですよね。何でも。ワイン以外だったら飲めるかな。僕はもう間にちゃんとお湯を挟めば全然何でもいけます。ほうほうほう。お腹が弱くなるんです。あ、わかる。わかるわかる。翌日二日酔いするときとかもお腹がきっかけでみたいなものが多いので。お腹痛わるとちょっと全然あれもうケロッとしてるなってなるほど。ラントさんのキャスにいた。あ、そうなんだね。そっか、ラントさんなんか番組するんですよね。あ、みたいですね。楽しみだな。楽しみだな。日曜日って言ってたけど確か。はい、では間もなく曲が終わります。はい、お聴きいただいたのはゴールデンボンバーで酔わせてモヒートでした。はい、では早速なんですが今週のテーマに行きたいと思います。はい、お願いします。今週のテーマは好きなお酒は何ですかです。何かありますか。いや、いっぱいありすぎて中でもこれって決めてるのが1個だけあるんですよ。何でしょうか。僕は一発目に飲むお酒はいつもロングアイランドアイスティーってカクテルにしてます。カクテル、はい、ああ強いんですそれ。はい、25度ぐらい。おお、やばただコーラが入ってるのにアイスティーのような味がするっていう魔法のカクテル。あ、なんか魔法な感じですね。はい、そんなカクテルがあるんですね。はい、めちゃくちゃ強いですけどね。いやだ、私絶対すぐ酔っちゃう系じゃないですか。はい、だから昔は女性を酔わすためのお酒として有名だったらしいです。あ、なるほど。口当たり優しくて飲みやすいけど、はいはいはい、強いので女性を酔わして、そこからこう悪いことしようとする男の方が多かったみたいですね。そうなんだ。僕は上司にそれを教えられました。上司に。僕狙ってるの。怖い怖い。いやいやいや、まあ、そんなことなかったですよね。私何かなと思って考えたんですけど、意外と一発目に飲むのがビールなんですよ。ビールもいいですよね。ビール飲んで、はい、カクテルチューハイ飲んで、で、飲み会だと締めに島、はい、で締めるという。ああ、いいですね。だからちゃんぽんなんですよ。いや、もうちゃんぽん全然ありですよ。ありですね。ただ量が増えるのでコントロールしないといけない。そうそうそう、だけの話です、ね、量をコントロールするために締めの島を薄めに作るんですよ。ああ、いいですね。薄めに作ってみんなもゴーゴーとかで飲むんですけど、はい、ゴーゴーとかストレートとかで飲むんですけど、はい、私は水がだいたい7の島が3ぐらいの薄さで飲むんですよ、うんうんうん、いつも。でそれでよし酔ったと思ったら終わりみたいな感じですね。昔はよくピッチャーに作りましたけどね。ああ、やりました。私もよくやった。早速、DM が
来てましたので、DM から紹介したいと思います。よろしくお願いします。ラジオネーム、マサットさんからいただきました。ありがとうございます。初めてですね。好きなお酒は、黒霧島とサザンスター。好んで飲みますよ。サッチーさんは何のお酒をよく飲みますか？と来ておりますね。私よく飲むのが、チューハイだと、はい、カルアミルクとか、カルアミルクはあれカクテルか、カクテルですね。チューハイだとあれですね、カシスオレンジですね。ちょっと甘い系が好きなのでそれをよく飲んでます。カシスオレンジも飲みやすくていいですもんね。いいですね。ツイキャスの方が来てますので、ちょっと紹介していきましょうかね。はい、よろしくお願いします。名古屋のダンサーズさん、お疲れ様です。来ております。お疲れ様です。ヤンバル東村、ヤンポーさんから来てますね。ヤンポーさん。ヤンポーさん。サッチー、キャンチー、こんばんは。と来ております。こんばんは。陸海空さん、あって来てますが、何のあなんでしょうか。さっきまでラントさんの、キャスにいましたと、ヤンポーさん言ってましたね。で、沖縄大好きさんも来ております。こんばんは。今週は FM ギノワンさんにお世話になりました。ゲスト出演、オープニングトークありがとうございましたと来ております。いえいえ、すごいですね、沖縄大好きさん。私なんか見るタイミング逃したんですよね。昨日スリップビートのオープニング、沖縄大好きさんが話してたんですけど、はいはい、その前のオードブルの番組の時に、はい、ぜひ3人に聞いてほしいって言われたんで、はい、3人で聞いてたんですよ。はい、いや、ラジオ通して沖縄大好きさんの声聞くとラジオ向きの声してるなと思って、すごい素敵だなと思いましたね。いいですね。カープボーイさんも来ておりますね。今はコシュが好きですと来ております。おー、コシュもいろいろありますからね。クース美味しいですよ。美味しいのかな。私クースってそこまで飲んだことないんですよね。空港限定のホワイトタイガーっていうのを僕が初めて飲んだ時に、はい、これストレートで飲める青森だ、ずっとストレートで飲んでました。わお。リクカイクーさん、マッコリはもう何年ね、コリゴリマッコリ、マッコリって韓国のお酒ですね。韓国のお酒があるんですけど、マッコリ、私マッコリはまだ飲んだことないな。そういえばなんかいろんなのがあるので、まあ次行きましょうね。メール紹介したいと思います。はい、ますヤンバルカンガルーポーさんからいただきました。ありがとうございま す。メッセージテーマ、好きなお酒。サッチーさん、キャンさん、こんばんは。こんばんは。好きなお酒といってもいろいろお酒を飲んできたのでどれとは言い切れないですが、ただ最高級なお酒だと会社の社長から飲めと言われてもらってで飲んだナポレオンですかね。数十万はすると思います。日本に3台しかなかったベンツをの持っていた社長でしたから。おお、すごいですね。そしてナポレオンだけじゃなくて、レミーマルタルやヘネシー等も美味しくいただきました。すごい、なんか最高級のお酒ばっかりですね。社長のコレクションのお酒だったのでかなりの値はしたと思います。何本飲んだかまでは分かりません。でも僕にとっての一番は結局泡盛になります。結局そこかーい。現在はお酒をやめたので、飲んだ時は、久米線の一升を一晩で開けていました。これが僕のお酒のエピソードですと来ております。すごいな、何十万もするお酒飲んでみたいですね。どんな味がするんだろうって逆に思いますね。はい、でも昔飲んだことあるウイスキーで山崎とかは、はい、いいのちょっと飲ませてもらったこと何回かあるんですけど、はい、それこそ今だったら何十万しないと買えないお酒になっちゃってるので、あ、すごい貴重な経験させてもらったなっていつも感謝してますね。なるほど。では次のメールに行きたいと思います。気まぐれラジオ様と来ております。今夜も元気にこんばんは。沖縄 T シャツパパイヤ
やーです、はい、メールテーマ好きなお酒ビールですね。外で飲むときはビールに始まりビールに終わるエンドレス生ビールです。友人と2人でしゃぶしゃぶ食べ放題のお店に行ったんですよ。月に一度は行っているお店でカーナジニの、店員さんがいるんですが、飲み放題食べ放題コースので食べたからなぜかお酒のおかわりどうですかって来るのがいつもより早くてなんでかなと思いながら飲んでいました。帰りに店長が出てきて実は裏でビールを何杯おかわりするかかけてました。その時初めて裏で、生中の人と呼ばれていることを知りました。ビールとお酒、あ、ビールと音楽は生がいいですよねって来てあります何杯飲むかをかけていた裏で。いいですね。またまたすごい。ビールっていろんな種類あるじゃないですか。ありますね。あのどんなビールがお好きですか。私最近飲んでるのがサザンスターです。おー、サザンスターも美味しいですもんね。生ビールな、あれ発泡酒になるんですかね。発泡酒になりますね。リキュールって書いてあるんで。そうですね。僕は最近気に入って飲んでるのはナゴビールとか。あー、ナゴビール結構苦めが好きなので。はいはいはい、ナゴビール本当好きなんですよ。ほう、今度飲んでみようかな。クラフトビールで甘さもあるんですけど、はいはい、香りもフルーティーで、はい、で味が濃い、ほう、芳醇な感じがして最後にあの結構しっかり残るこの苦みがまた食欲そそるので、はいはいはい、僕は大好きですね。ナゴビールか、今度飲んでみよう。まあ、苦いのが苦手な方はちょっと苦手って方もいらっしゃいますけど、私ちょこちょこビールは変わるんですよ、はい、なんかなんだろうな、サザン最初飲めたのがサザンスターで、はい、でその後飲んだのがキリンのグリーンラベルを飲んだりとかしてましたね。あとあのまた飲みたいなと思ってるビールがあるんですけど、はい、ベルギー の, あのベルビュークリークっていう、もう なんかトンチンカンな名前ですね。さくらんぼのビールがあるんですよ。面白いビールだ。すごいあの甘い香りのするビールで、はいはいはい、でも味わいはちょっとほろ苦く、うんうん、で少し甘さが香るみたいな感じで、すごい美味しいお酒があるんで、ほー、見つけたらラッキーなんでぜひ飲んでみて。どこに売ってるんだろう。以前は本当に5年ぐらい前までは生で出してるお店もあったんですけど、今もう卸してる会社がないらしくて、へ、僕も3年ぐらい飲んでないんですよね。あれあれ、見つけたらまた飲みたいっていうですね。次のメールに行きたいと思います。お願いいたします。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばんは。こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、好きなお酒は何ですか。オリオンビールとかオリオンのワッタとかチューハイ、梅酒とかカルアミルクとかも好きです。ちなみに泡盛を緑茶で割って飲んだりしたこともありますと来ております。私のお母さんがなんか変ヘンテコリンな割り方をして飲んだことがあるんですけど、あのさっき言ったコーラの話があったじゃないですか、はい、キリンの、なんだろうね、ビール、キリンビールに、はい、あのコーラを割って飲むっていう、意外にあの、うん、そうそうそう、意外になんかいけたので、私ビールコーラ、ビールコーラ、あ、美味しそうですね。美味しいですよ、意外と。いや結構お酒ってコーラ相性いいんですよ。うん、今度あのジンビーム、あ、ジンビームじゃなくて、ジャック・ダニエルですね、はいはいはい、あのウイスキーで有名なジャック・ダニエルあるじゃないですか、はい、が、コカ・コーラとコラボして、はい、ウイスキーコークをおうもうそのまんま出すらしいです。缶で。へえ、缶で。缶で販売するらしいです。缶でまたすごいね。だからもう本当にコーラがあればどんなお酒でも割れちゃう。割れますね、確かに。僕結構ラムコークとか好きなんですけど、家で飲む時に作ったりするんで。はいはいはい、おすすめですね。なるほどなるほど。次のメールに行きたいと思います。はい、お願いいたします。サッチーさん、キャンチー、こんばんは。こんばんは。ラジオネーム名古屋のダンサーズでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。好きなお酒は何ですか。
ビールになります。実は最近ではビールをいただく量が減っています。あら、どうしてでしょう。というのも足が痛いになる病気なのです。あら、あららら。最近では島にすぐ買えます。それとじっくり飲みたいときはウイスキーですね、うんうんうん、ダンサーズがハマっているのは長野県限定販売のウイスキーが美味しいです。あのメルティー感がたまらないです。ほう、皆さんはウイスキーお好きですかって来ております。ウイスキー私あんまり飲んだことがなくて、ハイボールぐらいかな。いや美味しいですよ。ハイボールってあれですよね、あのウイスキーですよね、はい、割ってるの、はい、なのでうん、何のって言ったらハイボールぐらいかな。ウイスキーで飲んだことあるのって言ったら、もう結構家にウイスキー集めたりとかもしてるんですけど、はい、僕が今飲んでるもので、はい、結構安くておすすめなのが、はい、ブラックニッカのディープブレンドっていうのがあるんですよ、はい、1200、400円ぐらいで買えるんですけど、あら意外と安いんですね、まあ、結構こうまあ味がですね、はいはい、この甘く作られててブレンドなので、はい、で香りもしっかりしてるので、はい、割ってもよし、ストレートでもよし、ほうロックでもよしっていう、何でもありのですね、何でもありのウイスキーなので、ほう、まあ、これ僕がただ単に好きで言ってるように聞こえると思うんですけど、はいはい、バーテンをしてた先輩に、はい、いやこれにハマってるんだよねって話をしたら、所詮ブラックニッカでしょって言われたんですよ。後日行ったら置いてましたからね。あれ？お店に。あれ？ちゃん君正しいって言ってました。私なんだろうな、なんかいろいろ飲んでたんですけど、なんだろう、なんだっけ、なんとかブルー、何ブルーだったかな、カクテルがあるんですよ。何ブルー、チャイナブルーとか。あ、そう、はい、ああいう系も結構飲んでたんですけど、いいですね、さっぱりして、さっぱりしていいんですよあれ、はい、なのでまた飲みに行きたいなと思うんですけど、なかなかね今飲みに行く時間がなくて。僕もなんですよ。だからもう久々にちょっと行きつけのバーがあるんで、はいはいはい、今度行けたらいいなって思いながら。ちなみにあのキャンさんが初めて飲んだのお酒は何ですか？初めて飲んだお酒はワインです。わお、私あの先週ぐらいに行ったんですけど、初めて飲んだのが梅酒ソーダ、はいはいはい、あれをあの缶のやつ、ちっちゃいの、あれを初めて飲みましたね。小学校4年生か5年生ぐらいにお母さんに買ってって言って、お酒だと知らずに飲んだという。僕はあの大学生の時にこのお酒飲み会があるよって言われた時に、はい、お前らいきなり飲んだら失敗するから練習しとけって先輩たちに教えられたんです、はい、でそれで母に相談して、はい、一緒に食事行った時に赤ワインを飲んでました。あ、なるほど。私お酒の失敗談が一個あって、はい、さっきカルアミルクが好きって言ったじゃないですか、はい、あれをあの原液を買ってめっちゃ自分で飲んでたんですよ。割って好きな度数に割ってどんどん濃くなっていくんですよ、うん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 、濃くなってって翌日お腹を壊すといういやカルアミルク結構強いですもんね。強いです。でもあれなんか、チューハイとかとやっぱりね、交互で飲んじゃって、はいはいはい、それもあるんですけど、まあすごかったなあの時は。まず、交互に飲むの楽しいじゃないですか。楽しいですよ。僕ウイスキーストレートで飲んで、お水の代わりにビール飲むっていうのをやってたので。はい。だから、あ、ウイスキーを薄めるためにビール飲む。なるほど。ではちょっとお話もあれなので来週のテーマに行きましょうかね。はい、お願いいたします。来週のテーマは。ゴールデンウィークの思い出です。収録では全然遠いんですけど、はい、なのでちょっと先取りというか、ゴールデンウィークの思い出で、はい、ゴールデンウィーク楽しみですね。ウッキーしますね。でさっきのあのお酒の話に戻りますが、はい、陸海空さんが初めて飲んだお酒は父親が残した青森かな、
水と思った沖縄あるあるかなと聞いております。あ、よくあるらしい、ね、あれありありですよこれは。うちの音がビールですお茶だと思って飲んだらビールだったっていうので、あーだったらしいですね。なるほど、うん、よくあるあるパターンですね。私のお父さんも結構あのビール結構飲んでて、はい、お父さんはもうずっとあのキリンの生だけしか飲まなくてすごいなと思ってたんですけど、お母さんが最初にこのコーラとこのビール終わって飲んでて、なんでこんなことするのって思ってたんですけど、はい、2、3回飲んでたらうまくて逆にちょっとハマりましたね。一時期美味しいですよね。美味しいんですよね。ではまだまだなんか今日はちょっとツイキャスもあんまり来てないので、もうちょっとおしゃべりしましょうかね。あと30秒ぐらいですね。お、そうなんですね。はい、2週撮りなのでまだ間に合います、メールの方は。なので、よろしくお願いしますということで、また来週、さよなら。沖縄あるある泡盛。なんですなん。お疲れ様でした。もう一週分ありますのでしばし。ゴールデンウィークか、何かないかな何かないかな何かないかな。ゴールデンウィーク休みかどうかも分かんないし、僕は社会人になってゴールデンウィーク休みだったことがないですね。ああ、いや、一度止めます、一度止めます、またすぐ開始します。